こんにちは。ティナ&ティムアメリカ暮らしです。本日はメスティンでコーンご飯を作りましたという話です。今回はね、コーン缶を材料にご飯を炊いたというお話をしたいと思います。以前ですね、コストコで買っていたコーン缶、これカークランドブランド、コストコブランドだったんですが、ちょうどなくなりまして、買いに行きましたら、このデルモンテのね、コーン缶しかなかったんですね。で、今回はね、そのコーン缶を買ってきましたのでね、コーンご飯というものをね、作っていきたいと思います。いつものようにね、もち米、それから白米半分ずつですね。で、1合ということでね、メスティンに入れて炊いていきます。コーン缶はね、1個全部入れるとこれ大変なので、半分ですね。それで、お水、お出汁、それから、出汁醤油ですね。それにお酒というね、そういった感じになります。こちらはね、通販のサイトで、通販のサイトで買ったわけではないんですが、通販のサイトにね、コーンが一つありまして、どうやらカークランドブランドのものは今売ってないようですね。こちらをね、先週ちょっと買ってきましたので、ね、これで、コーン缶を使ったご飯をね炊いてみることになります。このねデルモンテのコーンの缶詰なんですがね、今時珍しく缶切りで開けるやつなんですよね。でなかなかね、今缶切りって言っても、今缶切りなしで開く缶が多い中でね、まだねこのデルモンテのやつは、缶切りを必要とするというね、そんな内容ではあったんですけれども、それはそれでね、なかなかね情緒があっていいかななんてちょっと思いました。さてね、このね缶をね開けていくんですが、皆さんね缶切り持ってる人もいないんでしょうね。ただね、今までやっぱり缶切りっていっぱいいろんなもん買ってみんな壊れたんですよ。今ね映像にあるようなこういったもんとかね、いろんなもんを買いました。なんだけどね、例えば電動のやつなんて買っても電動の先が壊れたり、手動でねくるくる回すやつって言っても付け根のところが壊れたりということでね、いろいろやってみても結局便利だっていうものはあまり耐久性がないなという感じがするんですね。で結局ね、今映像に見てもらっているようなこれですよ。これがね一番ね、そのオーソドックス、要するにレトロですけどね、これがね一番ね使い勝手がいいなと。特にねキャンプ行った時は缶切りとか栓抜きって結構重要になる時あると思うんですよね。それちょっとおしゃれなねくるくるっと巻いて切れますみたいなやつがね、実際はね持ってて壊れて使えなかったってことが多いんで、私はねもうこのオーソドックスなやつをねずっと使い続けています。それじゃあね、このオーソドックスのやつでね、缶をね、こう切っていくんですがね、なかなかめったに最近してないんでね、スイスイと切っていくっていうわけにもいかず、結構苦戦してしまいましたね。ほとんどの今、缶詰って、引っ張ればこう開く、そういった缶だと思うんですけどね。今回はね珍しく手で開けなくちゃいけない、あるいは機械で開けなくちゃいけないというね、そんなね缶でした。半分ほど入れたんですがね、水も一緒に入れたんで、ただね半分にするのちょっと難しかったんですが、あれですね、計量器を使ってね一応半分ぐらいだろうということでね、やってみました。
いや結構ね、今まで作った炊き込みご飯よりも相当具が多くなりましたね。それにね、いつもの取っ手のポチポチに合わせて水をちょっと出しました。それからですね、これから調味料なんですが、今回はねちょっと4倍濃縮の、まあ、だし醤油ですね、本つゆと書いてありますけどね、これをねちょっと入れてみました。まあ適量ということですかね、大さじ1杯ぐらいだとは思うんですが、4倍なのでね、まあ大さじ4分の1ぐらいかな、そのぐらいでねちょっと入れてみました。あんまり入れるとしょっぱかったりするかもしれないね。さてこれにね、今度はお酒ですがね、お酒はね、まあ大さじに2杯ぐらいかな、そのぐらいをねちょっと入れてみました。あ、2杯じゃない、1杯でした、失礼しました。大さじ1杯ぐらいということですね。そしてかき混ぜまして、今回もですね、電気コンロの方でねやっていきます。で前回ねちょっと吹きこぼれたんで、今回もこのアルミのね、まあこういったものの上にね乗せて吹きこぼれるのをねちょっとね、回避しようかと。まあ要するにコンロが汚れてる、あの掃除が大変なんでね、こういったものをね利用してます。でまあまあ20分弱火で20分、まあ途中弱火から強火にしますね。そしてあと残りは、10分蒸らしということでね、いつものようにね、炊くことにしています。まあね、そうですね、あともしいつものようにね、砥石の重しを入れてますがね、だいたいねこれでね20分経ったのでね、匂いもいい匂いがしてきてますので、そろそろこれでいいかなっていう感じで、今度は蒸らしに入ろうかと思います。ちょっとねその具が多めだったのでちょっと吹いちゃったりするんじゃないかって心配したんですけど、別に吹くこともありませんでした。まあ、少しね温度上げると吹いちゃうんだろうとは思うんですが、最初の10分ぐらいはね目盛り2、その後目盛り3という形でね、一応ね吹くことなくね、調理ができました。さあそしてねタイマーの方向のね10分にセットして、このコンロの保温機能のところに合わせて、今度はひっくり返して10分、まあ、蒸らしという、そんなところになります。まあね、蒸らしも10分15分だいたいそのぐらいかなと思うんですがね、そしてねちょうど10分経ったので、これからね盛り付けに行こうと思いますね。今までねこれでもうね、6回ほどメスティン挑戦してるんですが、何かね芯になったとかちょっとこれは食べられないとかそういうことは1回もありません。やっぱりなかなかよくねできてますよね。キャンプで出た時にね失敗したら本当最悪ですからね。さてね今回もね皆さんに盛り付けをお願いしました。もうさっきの缶詰相当な量だったんでね、ほとんどコーンだらけというね、そんなね炊き込みご飯になりましたけどね。いや私のコーン大好きですね。本当はねコーンねこの缶詰じゃなくて、実際にね生のコーンをね実際茹でて入れたりした方が絶対そっちは美味しいと思うんですが、なかなかねこの粒を取っていくってのは大変な作業なんでね、こういった缶詰があるって本当キャンプにはうってつけですよね。そんなね炊き込みご飯でした。ではまた、ティナー&ティムアメリカ暮らしでした。